ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、対するホークスの先発はエースの東浜、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者栗山。第9球投げました。初球に送ってストライク、いきなり153キロ。第2球投げました。打った、流し打ち、三遊間の打球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ライオンズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で栗山、ひときわ大きな声援が聞こえます。初球ストライクから打ちました。レフトへ行った、レフト交代、クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。これで均衡が破れました。1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁という場面で牧野、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、アウトロー、直球は外れてボール。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、アルボーン。第4球を投げた、カーブはボール。第5球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第6球を投げた、流し打ち、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球初球空振り、バットが空を切りました。第2球投げた、ストレートはストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を外れた、ボール。次は4球目、打った、流し打ち、ワンバウンド、ヒット、ボールが転がる。栗山一気にホームへ、ライオンズさらに1点追加、2対0。さあ、リプレイです。ライオンズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で栗山、打った、ファールボール。初球ファールから第2球見送ってボール。第3球を投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。カットボールを完璧に捉えました。6対0、ライオンズリードを6点に広げます。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で栗山、今日はツーランホームランを打っています。第2球投げました、完全に外れた、ボール。投球は3球目投げました、ストレートはボール、外角へ。さあ、4球目、直球ストライク、インローへ。投球これから5球目、打った、抜けた、中継、栗山ナイスバッティングです。古川結局アウトを一つも取れずに降板。マウンド上は坂東、満塁の場面での登板です。どういった立ち上がりを見せるか。第1球投げました、ボール、まずは外角高め。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、いっ、入った、入った、ホームラン、満塁ホームラン、栗山今日これが2本目のホームラン。ストレートを狙い打ち、追い打ちをかけるアーチ、素晴らしい一発をベンチも祝福。ライオンズリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で栗山、掴んで、これで3アウトになります。
ライオンズファーストランナー残塁。8回の裏が終わりまして16対0です。高橋光成、見事な完封勝利、ライオンズ圧勝です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。